本堂平面図は、騎士の寺南門、秋篠の寺東門、秋篠の寺は、奈良県奈良市、秋篠町にある単立の寺院。本尊は、薬師如来、騎芸天蔵と国宝の本堂で知られる。奈良時代の秋篠の寺の模型寺は、奈良市街地の北西、西大寺の北方に位置する。奈良時代の法召集の僧、前宗の僧剣とされ、地元の豪族秋篠寺の氏寺とも言われているが、 創建の正確な時期や事情は分かっていない。法規7年、公認天皇の直眼により、前主が創建したとも言うが、これは鎌倉時代の文書に見えるものである。文献上の所見は、俗に本記に、法規11年、公認天皇が秋篠寺に時期不百光を死入したとあるもので、この年以前の創建であることが分かるから上がる。素用帳を、給与や、 寺寺院院のの。の維持費等として支給するもの宗寺は、宝生宗の寺院であった。日本語記によれば、延暦25年に崩御した関武天皇の五十七期が、秋篠寺で行われたことが見え、天皇家とも関連の深い寺院であったことがわかる。秋篠寺は、平安時代になると新言宗寺,寺院となり、平安後期からは寺料を増大させて、南に位置する西大寺との間に、 たびたび寺業をめぐる総論があったことが、最大寺側に残る資料からわかる。法園元年には火災により、坑道以外の主要画乱を消失した。現存する本堂は、旧坑道の位置に立つが創建当時のものではなく、鎌倉時代の再建である。文禄4年、豊臣秀吉によって、寺業百国が安堵される。明治時代以降は、浄土州に収支を変更していたが、現在は、 単立寺院となっている。南門の外には、かつての鎮守者、八所五両神社があり、沢原神皇などや柱を祀る。現在、主な入り口は東門になっているが、本来の正門は南門である。南門と本堂の間には、雑木林や苔庭の中に、近藤東西両等の跡があり、それぞれ礎石が残っている。歴史の記述は、 週刊朝日百科日本の国宝59号 P5 から285による。艦も、投げしも、水平材だが、前者は柱を貫通する構造材、後者は柱の外側から打ち付けるものである。内包はここでは、出入り口の上部、襖で言えば、鴨居に当たる高さを指す。つなぎ工量は、ここでは、側柱と、そこから一見内側の柱をつなぐ。 水平材、ありがとうございます。